こえます。よかった。配信ありがとう。いえいえ、チャレンジ、え、これ2日目じゃなくて1日目？マジ？ちょっとライトね。配信予定入れてるのそうそう、なんか確かできれば入れてみたいな言ってたから入れました。アフター配信含めるの、あ、いう、あ、わかんない、含めるのかな。だからあと13日かな。ディディディ、顔めっちゃ白いよ、ライト。でも今日メイクしてないんですけど、あ、リップは塗ってるし、目もやったんですけど、顔やってないのでライトで光飛ばしてますそう、ライトないとねちょっとねダメだよね。ネイル変えた、変えたっていうか、なんかなんか今ネイル落とし、ネイル落としてない、なんていうんだっけ、ちょっとね、色を落とすやつなんて言うんでしたっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、それがないから、これはこうやってすぐにめくれるやつなので、除光液、そう、それ除光液でございます。あ、イヤホンはね、ここ、これがマイクだからさ、これの方が近いのかなと思って、ありがとう。あ、これ、はい、これみんな騙されなかったね。ちょっと後ろにやってたんだけど、ちょっと長いんですけど、ちょっと短めに、ね、しようと思ったんだけど、でもまだね何も準備しなくて、アイロンさえもかけてないので、近づけたらめっちゃよく聞こえる。あ、本当に声大きくなるね。そうなんですわ。準備してなさすぎて、今からアイロンもかけます。ちょっと光飛びしちゃうな。いいね、これすごくないですか、これ。髪伸びた、そう伸びたの、めっちゃ伸びた。寝てた、そう寝てた寝てた、めっちゃ寝てた。に、もう準備してからこう出てこいって感じなんですけどね、ちょっと時間になっちゃって、その時間になっ焦って、しかも時間も言うて過ぎてたし、2分ぐらい過ぎたかな、1分かな、わかんないけど、遅刻しました。来たよ、ありがとう。リリリ、クマ、大丈夫、大丈夫かな大丈夫かい。おしりさんとの29の動画見てよ、ありがとうございます。すごいね動画。触覚が内側にくるんってなってるのか、これね、触覚伸びちゃってたけど見よういけないからさ、これも切れずに伸び続けて、切りたいけど切れないというね。大阪からこんばんは、嬉しい、こんばんは。ちょっとガチャ外します。しまった、
設計で内巻きの、いやここは特にそれはないけど、普通に全体的に癖毛かな。でもこの時間からなら間に合う、大体多分ね、あのこの時間からやると思います。忘れなければ、忘れずに頑張るぞ。頑張りますね。ちょっとこれ一回右耳をだけ左に変えよう。ちょっと変えます。とりあえず15日、そう目標は15日だけど、みんなもできるだけ欠席しないようにしてください。イヤホンにはまったの、あのね、イヤホンの方がね声が聞き取りやすいかなと思って。よいしょ。この U のボソボソ配信だから、全部見に来れたら自分にご褒美買っていい。いいよ、全然いい。ご褒美、ご褒美。充電はバッチリ。100。西もイヤホンは、あ、そうなんだ。8時からは U タイムだね。そうかい？そんなんでいいのかい？今日何しようかなと思ったんですけど、特にねすることもないんだけども、 U はカラオケ配信とかしないの？カラオケ配信やり方わかんないんだよね。元気、元気だよ。見れたら見に行きます、ぜひ。この間言ってたシマウマアイスのあれやばい、連発の意味が分かった。やばいよねあれ。めっちゃもうフィンランドチャンスはなしか。フィンランドチャンス、フィンランドチャンスとは、寝る、忘れたね、ありがとう。決勝版みたいなコスプレでもいいやね。めんどくさいよ。久しぶり、お久しぶりです。明日もいます、多分この時間帯に。ティンティンティン、夜は食べた、食べました。ゆね、夜ご飯食べるのめっちゃ早いんだよね、時間超早い。いいじゃない、動画見てよ、ありがとう。同じ時間でやるの、だいたいね、この時間帯ぐらいしかできなそうだから、寝てるっていうのがあるんですけど、普通に。あ、カラオケこれだ。何これ、どうやってやるの。こうやってやるんだ、カラオケやんの。言うの、え、カラオケやんないけど、ちょっとどういう感じかだけ見てみたいっていうのはある。ちょっと戻ろう。ロドス歌う、ロドスね。歌わなくてもいいから声の根拠あったら流して。調べます、大谷調べます。根拠、
恋の根拠、恋の根拠ない感じ、恋ないですね、入ってませんでした。なかった。テロップの2って何？あ、2日連続配信中って2日だけっていうけ感じだけど、今日じゃなくてもいいからカラオケ配信作ってみたら。カメフレの曲は曲数少ないんだ。ちょっと調べますか。とりあえず調べよう。これどうやって調べるんだろう。これさ、みんなからさ、ゆうが調べてる時の顔映ってんのかな。超うつの真剣なんだけど、せーので用事も入ってないですね。なんか結構入ってない、結構入ってないって。曲少なくてラブリンが苦戦しそうだ。あ、マジで映ってるんだ真顔がつ、めっちゃ真剣、これめっちゃ調べるかばっかつり映ってます。なんか映してほしいじゃない、流してほしい曲ありますか。ロドスは入ってるはず。ロドス流しますねここがロドス、これ超えちゃったら流れるの、どういっちゃうの、難しくね。これどうやってやるんです、どうやってやるんです。ここが赤かきくけこさ、ちょっと待って待って待ってこれどうやってやるの、かきけーこ、これ流れなくね、流れなくね、言うの流れないですわ。ちょっとやり方わかります、流れないよ、言うの、言うの流れないや。流れないことある。え、なんか言うの流れない。カラオケってところ押してなんかするしか知らない。言うもね、押してみたんだけどね、難しいね。これなんかマイクのさ、オンとかあんのかな。いや、何もやってないからさ、一回も配信したことない、カラオケ配信とか。どうやってやるんだろうね、調べますね。あ、吉野さんもめっちゃ苦労してた。本当に？じゃあ一緒だ。全然ないね。ない。なんか自分で調べてるんだけど。しかも自分でさ戻れないし。はい、ということで諦めた。何やろうかな。とりあえず配信したっていうだけなので、なかなか何やるかと決めてないんですけど、ダダダダダダダ久しぶりだな、ロドス。みんなカラオケ配信希望してんのかい？カチューシャって何種類も持ってるのかな？持ってる。ちょっと待ってね。カラオケボタンとマイクのボタン押せばできるらしいよ。カラオケのボタン。
マイク、これってことかな、ここかな、マイクのボタンなんてないんだよね。普段どういう音楽聴くの？歌詞が好きな曲、歌詞がいい曲教えてほしいな。素敵な歌詞。テロップ出た、やったー。じゃあもうこれで終わっても2日目ってことだよね。トゥルルトゥ、なんかさ、意外とさ、このさ、カラオケのところ見てもさ、曲がさ、ないんだよね。流行りはとりあえず聞くの。あ、いや、流行りについていけてないかもしれない。どちらかというと。2とは、2はね、2日連続配信中っていう感じの感じです。2日連続配信しております。言うにしては、すごいね、すごいことなんです。何聞くの、何聞くかな、うん、何聞いてんだろう。でも最近はあのヒゲダンとかめっちゃ聞いてます。なんかドラマ見てて、でそっからみたいな。ヒゲダンはもう なんていうんですかね、いっぱい聴いてるわけじゃないのにすぐ歌詞覚えれるからすごいよね。やっぱ作ってる人の才能がすごすぎるっていう。こんばんは、こんばんは。ラジオは聴くの、聴きますね。でもなんか聴くようになったって言った方がいいのかな。聴かなかったけど聴くようになった。流行りじゃないか、そう、ヒゲダンは流行りなんだけど、なんか結構昔の曲とか聴くの好きかもしれない、個人的には。洋楽ってあの海外系だよね。わ、全然知らないかも。なんかあの韓国ドラマとかもさ、ユーは見るんだけど、海外なんか英語とかの方のドラマとか見ないんだよね。ラッと聞きます。有心論って曲がめっちゃ好きで、歌詞が素敵。高一やけ、そう、高一になりました。やばいよね。でも全然学校行ってないからちょっと。ヤバティはなんか知ってるけど聞いたことない。なんかみんなヤバティヤバティって言ってるのは聞いたことあるんだけど、ユウは聞いたことないです。二人ごとも好き、あーいいよね。今日流れてたわ、テレビつけたら、あのラット特集やってて。なって感覚ない、そう、2日しか行ってないからね、まだないんですよね。なさすぎるぐらいにない。夏休みなくなるかもね。そうなったらね、やばいよね。まあしょうがない、しょうがない事実や。ラット特集やってたの知らなかった。あのね、 BS かな、 BS 見てたんだけど、 CS、 ゆうや、そうだよ。ゆう今2日連続で配信してるんですよ。毎日アイドルですか？毎日アイドル、15日限定アイドルです。9月から1学期って発想、そういうね、今日ママと話してたんだけど、それでいいよねって、それの方がなんかもはや良くないっていう言ってた。もう世界がね、9月からになればいいのにねって。そんな簡単なことじゃないけど。学校はねまだ始まんないな、全然。月1からはすごい成長。そう、15日やったらまた戻ると思うけど。
眠たい。学校の先生も大変だろうね。そうね、めっちゃ思う。大変そう。宿題出されてるの、出されてる出されてる。宿題っていうか課題かな、もう何月までにやってねみたいな課題がもう来ましたね。しゃあない。課題進んだ。あ、昨日よりは進んだかな。今さ、字書きたいんだよね。なんか字書きたいから、なんか字書く、手を動かしたいな。なんかないかな。2はね、2日目連続配信の2だよ。課題やる配信、あーなるほどね。そしたらね、多分コメントなんて読まずにずっと超えちゃってるから、もうブチって切られそう。書きたい気分ってあるよね。あるよね。今それ。じゃあランキングのピッて止めたところで名前書くとか、そういうのはどうでしょう。そういうチャレンジはどうでしょうか。なんか柄もつけてね、カード、ポストカードみたいな。黙々とやるタイプ。なんか携帯とかもどっかに置いてやんないとできないから、ビンゴみたい。ビンゴビンゴ知ってるかい。じゃあ今は8時24分、24位の人にしよう。誰が来るかな。スカイブルーさんですね。じゃあ会おうかな。ちょっと見てるか分かんないけど、今すルルル。でもさ、カタカナ言うめっちゃ苦手なんだよね。う、あ、間違えちゃった間違えちゃった。ちょっと本当に今は名前書いただけ。ちょっとここからデコるので見てください。スカイブルーってなっちゃった。ブルーって書こうとしたのに、すいません。ちょっと飾ります。飾りタイム。スカイブルーって水色だよね。水色、水色だからちょっと空っぽくねします。さ、こういうのも使います。まさかの色出ない。悲しい。確かにこれさ、ユウが書いたところでさ、みんなに届かないから意味ないっちゃ意味ないのか。で、なんか書いてほしい絵ありますか、みんな。解明しないよ。ドゥドゥドゥ。得意のイラストですか。そうそう、得意のイラスト。何か絵あるかな。なんか絵あるかな。どこにいるんだ。いうアイコンとかさ絶対描けないけど、ちょっと描いてみたい気ある。あ、いた、いたぞ。猫か、猫、猫だよね。かわいい猫だな。こんな感じ。こういう猫とかね、描けるようになりたいけどね。カラス、カラス？
でもなんかね、言うね、写して書くの意外とね得意なんだよね。まあこんなこと言うのもなんだけど、どうかな。ディ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 、団子食べてんの。スクショしてるかわかんないけど、ぜひしてください。あ、これをまこちゃん書いたんだ、うま、上手だな。でもこれどう、割と特徴捉えてない？完成です。でででででで、じゃあ配信終わるときに1位だった人のやつも書こう。ラスト配信いつ終わるか分かんないけど、スクショしたって、 ありがとうございます。すいません、勝手に申し訳ないです。ゆえ上手、初めて言われたんだけど、初めて言われた、嬉しい。でで、ゆうこの学校に持ってってるこの筆箱、すごいお気に入りなんですけど、この中意外となんかコンパクトだから、なんか筆箱の大きさ的にはちっちゃいけど、よく入ってるから、よきよく入ってるからてか、よく入るからめちゃいいよね。これはいいやつです。これはしーちゃんに誕生日プレゼントにもらった時のこのポーチと一緒のところのやつです。かわいいやろ、かわいいやろ、かわいいやろ、かわいいやろ。この中にはですね、ピンとか、あとはこれミンティア食べよう。これはね、いつもカバンの中にどっかしら1個入ってるかな。何時に終わろう。なんかこのカードさ、なんか誕生日のみんなにプレゼントとか友達のねあげる時用に買ったんだけど、このカードの余りさが半端なくて、これを使おうっていう企画。めっちゃあるんだよね。でもさ、このランキングがさ見えるさ、これ何位まで見えるんや、100位までの人のやつを全員書くとさ、思いっきり時間足りないから、ゆうはね9時まで最高でも。ちょっとミンティア噛むから、ちょっとイヤホン外そう。音聞こえるかな。酸っぱやりすぎた。さっきイカ食べた。今日ねこれ終わったら当たり目食べようかなと思って、当たり目
じゃあゆう、もうここにもうガラガラにしよう。もうガラガラにするからね。ちょっとまず周りに模様を描きます。どういうのにしようかな。ちょっと可愛い感じ。黒の色は休みじゃないとできない、ね、そう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 、今だからこそできる。あのゆうもともとさ、年齢的にまだネイルやったらいけないから、こういう時だからしかできないやつですね。あ、間違えちゃった。めっちゃ間違えたわ。なんでこうなった。他にやってみたい色あるの。ね、ゆう結構そのこれ全部黒にしたんだけど、一本だけ色変えるとか結構いつもやってるから、なんか全色変えるんじゃなくて、なんか全色色は一緒の模様を変えてみたいな。結構頑張りたい。今しかできないし。そういえばさ、あのいうなんていうの、生誕祭の T シャツの絵をもう描いたんですけど、今回はなんか前回と違って写真とかつけなかったんだけど、割と頑張りました。サイン描けばいいんや。サイン描きます。なんか本当はさ、サイン会とかあったじゃん。だけどなくなっちゃったからね。なくなっちゃったっていうか延期なのか分かんないけど。黒ネイルは個人的にご褒美な。本当にユウも黒結構好きなんだ。服とか黒ばっかだけど、結構黒ばっか。今んとこ延期だよね。あ、そんなデザイン的にはねすごくないんだけど、とりあえずサインがあるから需要あるかな的な。でもユウさ、サイン書くの下手くそなんだよ。ここに最後名前を入れますね。この辺に一応サインがあります。いつまでやるかわかんないですけど。黒好き忘れない。黒ね、いいよね。なんか黒がね、言うて一番王道色っていう、あふれるせんこれリンゴとさくらんぼ、優が描ける、簡単に描ける唯一の絵。なんか今日の野菜もらってます。お、ありがとうございます。久々にサイン見た気がするね。ラスト、これは今日の1位の方に。可愛い色も調子、なんか最近なんかそういうのを見るようにしてるんですけど、でもやっぱり手に取っちゃうのは黒とか青とか、なんか暗めの色が結構好きですね。ユノさん欲しいな。あ、じゃあもう明日もう星をイベントの時のようにいっぱい集めていただいて、投げて1位になってくださったら、またこんな感じです。明日も15日間はで同じ人が1位になったらね、どうすればいいんだって話なんですけど。ジャンプ鬼滅はね単行本で読んで、でもジャンプもね溜まってるんだけど読まないようにしてます。あえて。ディ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 、ゆうさ、星のさ
集める、なんか勝手にさ配信してたらさ、自分も配信してたら10個もらえるから、あのなんていうの、99個とかさ、どうやって集めればいいんだろうと思ってたんですけど、あと星捨てとか捨て星とか分かんない、なんかイベントむずって思ったんですけど、なんか今回でちょっと覚えた気がする、覚えた気がするっていうかちょっと学んだ的感じがしますね。学べました。捨て星がまだ分からない。あれ、それはね、なんか99個満帆になったけど違う人のルーム入ってもう満帆以上にするみたいな感じだったかな、ですかね。詳しい人はいっぱいいますよ。もうすっかり3セットフルできるよ。マジすご。最初はこんがらがったな。ユーも全然分かんなかった。ラブリーにも投げてた、投げてた、投げてた。カウントしたんだけど、カウントであのいることがバレるっていう、カウント失敗してね。もう本当にそれが一番恥ずかしい。ユーは誰にもバレずになんか投げてたんですけど、星の解除時間、その解除時間とかね分かんないんだよね。カウント失敗あるあるだね。バレたの、バレたっていうか、あのあ、ユーいるよみたいな、みんなが気づいてくれたんだけど、恥ずかしすぎて、そのバレ方がカウントの失敗だから、ほんとあるある、悔しい。うん、1位変わりましたね。悔しい。そう、明日はちゃんとメイクしますね。すいません、今日は本当に時間なかった、本当に本当になかったんです。ガチ、スピン、ガチガチのスピンじゃないんですけど、リップ塗ってるし、けどね、ちゃんとしたメイクをしてないので顔が黒くな、黒いっていうかクマがみたいな感じです。明日はメイク配信ですね。メイク配信ね、あのね、意味ないと思う。もう適当すぎて、女の子が見てくれてても全然参考にならない。メイク配信ならできる。明日は髪の毛どうしようかな。なんか最近なんか普通にあの普段アイロン当てるんですけど、アイロン当てすぎて髪の毛が傷んでて、でも美容院行けないからあんまりアイロン当てないやつを探そうとしててね。そうなんです。サイドポニーみたい。サイドポニーね、ココイチのさ、初めてココイチやった時にあゆかぴょんとなんかサイドポニーの反対でやった。一日中家にいて、どんな髪型、もうこれです。これ、もう今日もアイロン全然かけてないからさ、ボワってなってるけど。髪ってた。ハーフアップが好き。昨日ハーフアップだったんだよね。
ハワップめっちゃ頭皮やられるからさ、結構ね頭痛くなるんだよね。おろしが基本かな。そうそうそう、なんかもはやさ、もう人前に出ることがないときはもう髪の毛めっちゃボサボサにいるっていう人間だから、多分ユウのモバメとかさ撮ってくれてる人なら普段のユウのこの素顔というものがわかると思うんだけど、めっちゃもう顔薄くない、メイクしてないから。三つ編みか。いや三つ編みとかさ、すんの下手くそなんだよね、超下手くそ。前髪は自分で切ってます。めっちゃ切っちゃう、すぐ切っちゃう。なんかさ、他のメンバーのモバメの写真とかちょっと見てみたい。見たことないけど、ユウはさ本当にもうずっとジャージみたいな服ばっかだけど、前髪はね、本当にこうやって真ん中かに3個に分けて、真ん中の長さ整えてから横に合わせて切ってきます。パッツンがいいので、ユウは基本的に今からまた切りたいぐらい。まあメンバーによるよね。そうなんだよね、でもおしゃれな人とかもいるでしょやっぱり。ユウはね最近ステイホームのやつしか使ってない、ステイホーム写真。今日も多分それだよ、みんなステイホームだよ、今から撮る。後でユウさ、ため撮りのやつ送るときは写真撮ってない日だからね。ステイホームアプリですけど、そう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 、アプリでステイホームしてる。そういえば昨日の服めっちゃ可愛かった。ほんとあれもあれ可愛いよね、ユウがあんま着ないタイプ、毎日撮るの大変か。そういうね、ほんと女子力のかけらもないから毎日自撮りとかねできないんだよ。だけど今日はちゃんと撮るね、ちゃんと光当てて。だって同じ場所でしか撮らない、今家にいるからさ、同じ場所なのよ、ここで撮る。あ、じゃあ今日はねここに映ってる、ここで撮りますね。このステイホーム、ステイホームここです、ここで撮ります。楽しみ、ぜひ待っててください。で予告、ここで撮るよっていや高校生になったの、なりました、高1です。そうカーテンをね変えたのでね、ちょっと言う、JK、 そう JK なんです。これを押すのか、これどうしてもねチャレンジしてみたいという思いがある。あ、ちょっと待って、これさ、みんなさちょっと配信してみてほしいな、みんなできないと思うんだよねこれ。こうやって下にスライドするだけだった。え、これできたくない？ん？できてない？できた。あー、聞こえますか？
以上でした。ありがとうございますはい、ということでこんな感じだったんですけど、じゃあまたやりますね。これ今日はねちょっと声が出ないので、サビ前サビ前イヤホンマイク耳につけたまま、なんか髪の毛の音がうるさいかなと思って。今度フィンランドミラクルお願いします。フィンランドミラクルさ、一回ユニットでやったよね。やってないっけ、やったよね。サマステでやったような気がするぞ。でもさ、いうさ2番とかさ歌えるか心配なんだよね。気が向いた時にでも、まあ、またいつかやりますね。え、これなんでロゾスでさ止まってんの。終わったんだけどな。あ、これでこれはさどうやってやるの。難しくね。家に戻った、よかったカラオケできるようになりましたね。あ、今度やります。またいつか気が向いたら。サマステの時のフィンランドミラクル湧いた。マジ？1日1曲で BGM で流しますか。今日は何がいいですか。じゃあ歌えない曲多すぎるからさ、なんか昔の前の曲とかあんまり知らない、詳しくないから。言うアイドル、アイドル詳しくないアイドルなんで。あの日カラオケ味はありますか。それはね多分ないと思いますね。青空かと思い、いいね。フィンランドミラクルなんでこんなにめっちゃ人気なの。超絶人気なんだけど。確かに可愛い曲だけど。万華鏡は優が好きだけど、なんかね少ないんだよね、曲が少ないからさ、なさそうなんだよね。ちょっと調べますね。あの SKE、 ちょちょちょ、 SKE の曲は愛して選ぶる、あーでも結構あるのか。ウィニングボールとかある。カタファイとかね、神々の領域、兆し、キスキキ、金銀、グロス、グルリデイス、消せない炎、あ、消せない炎あるやん。炎よ、コイン曲あるんじゃない。コイン曲あるかも。十二巻大好き、ずっとずっと先の今日、世界が泣いているなら、体育館の朝食を、チキンライン、チョコド、あ、初日、初日ね、強気もね、石川県、トゥーローズ、めっちゃあるわ、めっちゃある、銀河とかある、安住先、初恋の踏み切り、花占い、花連勝、バスーカ、バンザイピーナス、ありましたよ、みんなの大好き、フィーナのミラクル。ホライズン、ホライズンね、走り出せ僕たちの目指す夢がある。夕立の、え、めっちゃあるね。あるにはあるわ。ライフルか、無意識未来とは蜜蜂がある。いいやん、
な感じで結構ありましたね。割とありましたよ。レールが黒い、黒です。じゃあまた結構曲があって、捨てる曲も割とあったので、まあいつかやりますね。じゃあ今日の1位、歌わないの、歌わないかな。黒い天使、あーてて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 てトゥ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 ルル、楽しみしてるね。まあ気を向いたら頑張ります。でもあんまり歌わない人間じゃないですか、普段から。わかります、あんま普段わかんないか、あんま歌わないからさ、あんま歌わない。カラオケとかで歌うんですけど、なんかこれ歌いにくくない、これがよくないわかる違い全然わかんないけど、これめっちゃ歌いにくいって。ユマリアやりたいね。あなたの名を呼ばせてください、もう一度。スタンドバイを振り付けでやってほしい。あ、みんなのレッスン、振り覚えレッスン。マリアやったことないんだよね。あと5分、とりあえずランキング読もう。13位ゆりのさん、12位こんちゃんさん、11位あらふねさん、12位おぐにさん、9位佐々木こちらさん、8位ゆすかさん、7位ゼータさん、6位デレデレさん、5位ゆきのめがねさん、4位みほちゃん、3位みそのりょうさん、2位もじさん、1位けいさん。ということで書きます。なんか K ってさ、かっこよく書くやつってどうやってやるんだっけ。ということでこちらを。キミちゃんうまいね、キミちゃんマジ G うまいよね。イエーイ。これ光で見えないかな、見えますか、いますか、いないですか。いなかったら何やってんじゃって話だけど。今日の1位は K さんでした。いますか、いませんか、わかんないけど。1位ありがとうございました。まあこんな感じですかね。ところで2位って何だった？ 2 はね、2日連続目配信っていう感じです。あの明日も1位の方にもね、この紙がね、あ、まだたくさんあるので、明日も1位はこちらです。お疲れ、ありがとうございます。こんな感じで超気まぐれな感じでやってます。特にやることもないので、まあ、カラオケ配信も、あ、でも明日、明日できたらやりますね。でもそれまでに何の曲、あ、何の曲がみんな好きですか、あるか調べときますね。過去なんかメモ帳あるかな、ないな、あ、これ、いや、明日もう8時、明日も8時です、大抵8時です。多分好きな曲はありますか。万華鏡なかったの、いう万華鏡めっちゃ好きなんだけど。初恋の雰囲気、初恋、あ、科目いいよね。でもなかった気がする、なかったよね。
と2分、彼女になれますか。なんか SOS とかなかったんだよね、そういうケア。君のそうね、せーので用でもなかった。あと1分だ。ということで、まあこんな感じで、また明日聞こうかな。明日やるかもわかんないけど、明日8時にまたここ集合で。ぜひフォローして待っててください。食パンみたいな顔してんな。タンポポの化身好き、カガルマ好き。終わるかな。遅刻しないように。バイバーイ。これなかなか終わんな。